さあでは VTR でこの試合振り返ってみたいと思います。まず前半の最初、いきなり川崎がいい形を作り上げました。本当にパジーカス選手、はい、いつもの平均得点を上回るだけの大活躍のスタートです。はい、もう前半からどんどん決めていき、そのハジーカスがいるから外から長谷川も決まるという形が出来上がってきました。確かに高い攻撃力を持ってるんですが、はい、それに対して渋谷がこういうファーストブレイクを出されながらも、ゲームの途中で流れを変えかけたんですけどね、はい、これは前半の最初の段階では川崎はもう圧倒的にいい形を作り続けます、はい、スパングラー、そしてまたスパングラー、ハジーカス、スパングラー、この2人が大きな起点になりました。まあ、このあたりで、まあ、今日は第1クォーターにオンザコート2という戦略を取ってきた川崎ですけれども、この先にいい仕掛けをしていこうという作戦は見事に成功しましたよね、はい、そして比嘉選手のママというのはですね、はい、彼が本当に4番プレーヤーとしてインサイドでよく頑張ってると思います、はい、川崎。そしてただ渋谷の方はこのベンドラメが出てきたところから大きく流れを変えていきました、はい、特に前半の後半になってですね、ベンチから打ったベンドラメ選手を中心に流れを大きく変えましたよ、はい、でベンドラメが機能し始めるとこの藤坂が非常に光ってきます、はい、そして今度はベンドラメがスチールから自らレイアップ、本当にドリブルも速いですし攻撃的ですしシュートも正確ですし、いい選手ですよね、はい、ただ川崎もですね、はい、しつこくディフェンス、チームディフェンスでローテーションしてくる、はい、渋谷に対してパッシングゲームでしつこくアシストを繰り返してですね、はい、うまく点数をつなげていくんですよね、はい、で今北ヘッドコーチの話も高さのミスマッチという話ありましたけれども、そのあたりを利用して、はい、ゴール下にパスをいいパスを決めていきました。その通りですね、はい、だからペイント内でどうしても攻め手がない渋谷、こういうアウトサイドのシュート、はい、高さがないでアウトサイドにちょっと偏ってしまった攻撃になりましたね、はいはい、でこの中で徐々に徐々に点差が広がっていきます、はい、もうアルティグインのいいシュートもあったりはするんですけれども、そしてアイラブラウン、まあ、渋谷ではこのアイラブラウンが光りました。その通りです、はい、やはり彼の身体能力の高さも目立ちました、今日は24ポイントアイラブラウンも上げています。ただこの後半に入ってからはもう川崎が一方的に流れを作り上げていきます。まあ、川崎もこの渋谷の藤高であったり、これはうまかったですね、パスから自ら1対1、ね、彼本当に高い身体能力を、はい、ペイント内の得点が欲しかった時間帯をうまく後半つなぎました、はい、藤高はいい形で点を取っていくんですが、ここにすぐにこうやってここは谷口のシュート3ポイント、はい、そして今度はファジーカスからゴール下にいいと形で入ってきたのがスパングラーでした。完全に川崎のオフェンスの足を止めることは難しかったですね、でまたブラウンのこのダンク、はい、特に渋谷は後半自分たちのオフェンスを展開したんですが、はい、それ以上に川崎の要所要所、はい、こういう素晴らしいプレッシャーディフェンスからファーストブレイク、はい、攻撃につなげました、はい、特にこの藤井の対ベンドラメというところが非常に今日は途中で北原さんもおっしゃってましたけれども良かったですね、見どころでしたね、そしてここはまたファジーカスが、まあ、ファールをアピールしながらもしっかりとシュートを決めていくという、はい、高さと強さを見せました。さらにはセカンドチームで出てきた永吉というところで最後は15点差をつけて川崎が渋谷に勝利したというゲームになりました。